とりあえず、少し戦闘力を出してしまったから、今からは控えないとね。それにしてもあの子相手にレベル5を出したのは大げさだったかしら。レベル10の中の5、1年で32本しか使えない貴重な猛毒を使ってる。少し擦れるだけで、クジラをも即死させる猛毒。それにしては、あの子なかなか倒れなかったわね。逆に弱すぎた、まさかね。奇襲なんて、敬意のあることをしてくれるじゃない。ギリギリまで気づかなかったわよ。そう、私は結構殺意放ってるつもりなんだけど、七不思議竜王、竜王の波動。七不思議竜王、金色の疾風。そうだね、歩いててもかわせるわ。こっちが本命。逃げないでよ。さあ、どうしようかな。10億あるからレベル7以上の毒針必須か。レベル7の針は8本、強さを考えると出したくないな。使うか。面倒ごとはもう使えないとまずいしね。うん。レベル7は能力をも即破壊の猛毒。とりあえずこれをぶち込もうか。さて、どこの復讐者かは知らないけど、相手が悪かったわね。この程度ではまだ脅威にはなれないわよ。まあ、確かにあのメリアをあそこまで追い込んだんだ。注意はいいね。超毒針レベル7。はあ、もったいないな。まさか短時間で高級な苦内を2本も。反撃。なんで、なんで私の苦内を。いきなり私の心臓近くに来た時はびっくりしたよ。ここが私の世界ではなかったら即死だった。私の世界。確かに能力で作られたような違和感はあったけど、まさか一人で。もしこの世界をあの子一人で作っているのなら状況は最悪。現に私の一撃必中の攻撃を受け流されたのが証拠。レベル1でもう一度様子を見るか。何度やっても無意味だよ。何度やろうが、私に届く前に別次元に飛ばす。厄介ね。すっごく厄介だわ。私の攻撃を受けて平気だった奴は毒虫の中でも何人かはいた。だがこいつは私の攻撃を受けることもなく。仕方ない、実力で潰すか。おかしい、さっきの攻撃は受け流したのに、直接攻撃は受け流せてない。私の攻撃が当たる前に別次元に受け流せばいいのに。物限定。技術不足。能力容量不足。まあ、範囲は狭いとはいえ、この街一体の模倣世界を作ってる。能力容量が不足していてもおかしくないか。あとはどこまで限定なのか。超毒針レベル1、トリプル。はぁ、はぁ。個体の対象物ならまだ簡単。問題は相手の物理攻撃、一部の肉体を移動させることはできない。つまり敵全体を別次元に移動させないといけない。別次元、手元の世界のことなんだよね。つまり一度移せば逃げられる。能力戦では私に部があるけど、それ以外は相手が有利。私の最速の技、黄金の疾風、も難なくかわされてるし、騙し騙しやるしかないわね。物限定、数は今のところ3つまでは耐えようか。いいわ、次は5本。物量を測ってる。でも止めないと負け、止めてやるわ。強毒針、レベル1、クインタクル。いけた。まずい、止めた時の隙を狙ってきた。強毒針、レベル3。送り。自分の位置を下げて受け身、バカではないわね。早すぎて、私のやりたいことが全くできない。この人、速さとその速さを生かした攻撃は脅威だけど、シンプルな力比べだとそこまで差がない。力勝負ならなんとか、って考えてる。な、見てよ、この押し合いで震えてるの、あなただけよ、私はあなたの力量を細かく見極めてるの。そ、技術、戦術、経験、応用力、全部負けてる。このままだと、死ぬ。さて、それじゃあ、徐々に追い込むわね、能力と武器を防ぐを同時にはできないのでしょう。全部見抜かれてるってことか。だから相手私を狙わなかったのか。私の苦内を何度もホイホイ捨てられたらたまらないものね。やり方を変えただけ。そう、頭もいいな。さて、それじゃあ終わらせるわね。まずいまずい、早く何とかしないと。スキフレイオン拡大連行。遅くなった。そうや。準備しろ、あいつをここで追い込む。40億。最大値を考慮すると200億弱は見ておいた方がいいな。地球防衛軍の隊長、さすがに分が悪いわね。180億。臨戦態勢だけでこれなら推測だけでも500億は何に超えるだろう。地球防衛軍に目をつけられたら、逆
計画に差し支えが出る。これ以上の行為は本当にまずい。逃げないと。ダメだ、スピードは俺の得意分野なんだ。お前には負けんぞ。まずい、どうする。この場からどうやって逃げる。そうか、重力バリレベル3。トウヤ、危ない。トウヤの周りに次元を。バカ、余計なことを。よし、今だ。く、逃げられた。しまった、私の心理を利用された。ごめん、トウヤ。気にするな、逃げたのならそれでいい。とりあえず傷を治してください。そうだね。とりあえずメリアさんは母さんが応急処置しているから、そっちに向かおう。え、言ってたの、メリア。ああ、すっごく痛みで震えていたからな、わかりやすかったぞ。ああ、嫌な予感がする。ねえ、あなたはいつもそうだけどさ、なんでちゃんと確認しないんですか。私普通に生きてましたよ、というか触ったらわかりますから。あの、気が動転して。はい。それに私がやられた時点で業者ってわかるでしょう。なんで東野さんたちに助成してもらわなかったの。え、なに、私あなたより弱く見られてたの。メリアはやられたけど、私ならとか。いや、あの、敵打ちたくて。まだなんちゃって次元支配のくせに。はい。本当すいませんでした。メリアちゃん、ずっと泣いてたのよ。痛みで。いやー、私、本当この世の終わりかと思うほどの苦痛を味わいましたよ。特に、仲間が来たと思ったら、叫ぶだけ叫んで去っていかれるし。はい。全属心はまず死なないと教えたのに勝手に殺してるし、素で忘れてました。長くなりそうだな、俺は救助の続きをする、霊下もすぐに頼むぞ。はい、頑張ってね、お父さん。ねえ、私たちも救助した方が、活動が終わったらね。とほほ。どこ狙ってんだ、当たってねえぞ、おらー。スマホ成功を狙ってください。入力操作もできんのかよ。今度は脳を切り離しました。これで復活は大丈夫か、ハク。は、はい。あの、怪我したか。触れてます。あ、ごめん。じゃなくて、ラウダーが反撃してきた。構えろ。どうなってんだよ、あれ。戦闘力が上がってる。まさか死ねば死ぬほど強くなるのか。くそ、次はコッパみじんにします。待て、吐く、攻撃する。もう遅い。いや、自分から。そ、やっぱりそうなのか。はは、確かにて、俺があのいまいましい意識系のガキに最初に殺された時もこんな感じだった。また上がった。まずい、もう俺では手がかけられないどころか。これ以上何度も何度も殺すと最終的に白の力を超えて、不利になる。戦闘力の高さがまさか自分の首を絞めることになるなんて。何ぼーっと突っ立ってんだ。はや、パパ様。焦るのか、お前が俺を殺すたびに主人が不倫になっていくぜ。ん？同様は最大の好きだぞ、ガキ。キャッ。ああ、すまんね。あの時、俺が四季家のガキにやられなければこんなことしなくて済んだのによ。そう、ロカちゃん、ロカちゃんに殺されてからなんであの人は数日も復活に時間がかかったの。そうだ、今みたいに即復活できるならすぐに復活してすぐに町を破壊すればよかった。だがお前が町の破壊を始めたのは今日だ。つまり最初の復活だけは時間がかかったってことだよな。渋ってたんだ、断絶っていう悪魔使いの野郎から、保険で耳はつけていたんだが。確か以前この町を襲った時に同伴していた人ですね。ああ、ただ負けて死ぬのは尺だからな、仕方なく契約したんだ。契約？種明かし、してやろう。その契約の名は、72中悪魔契約の術式。72中第37の悪魔公爵フェネレスの契約。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか。ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回も動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も。
楽しんでいってね。